こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のこのスーパーコラボガチャがやってきたということで、いつも通りね、第1夜100連行ってみたいなと思います。まあ、初めてこの動画見る方もね、多分新規勢の方多いと思うんで、まあ、あらかじめ説明しておくと、僕のガチャ動画については、まず1日目100連ガチャします。でこれで満足しなかったらまた明日100連、それでも満足できなかったらまた100連ということで、そんな感じでですね、まあ、100連ガチャを積み上げていくような、形になります。はい、ということですね。だから第1話なので、今日はとりあえず、まあ、100連までやっていきたいなと思います。はい、ということでいつもの通りですね、まずライムメソッドから入っていきましょう。一応説明しておくと、ライムメソッドというのは、まあ、ガチャをね、出やすくするためのおまじない的なもので、とりあえずその時のガチャキャラのね、奥義演出を見てから始めるというようなことですね。はい、で一応まあ気になってる方いると思うんですけど、アクアとそれからカズマについてはパート2とパート3ガチャで出てくるという感じになっておりますので、はい、カズマはアクアはと思ってる人はもう少し待ちましょうということで、行きましょうか。とりあえず10連目今回チケットもらえたからよかった ね。この10連で出てくれると非常に助かるんだが、果たしてどうか、果たしてどうか。いやー、まあカズマもアクアもとりあえず引きたいから、これはね、まあ、早めにメグミンとリムルが出てくれることをね、祈りたいところではある。さあどうかな。うわー、まあチケットか。まあ言うてもまだチケットだからな、チケットだから自分のね、石の痛みはないか。とりあえずまあ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 、まだ始まったばかりだ。まだ俺たちの夜は始まったばかりだ。まだこっから昇格演出の可能性もあるからな。まだね、希望は捨てちゃいけない。信じよう。信じよう。このスバコラボガチャを信じよう。まあ、コラボだからといって、そういえばあれだったね。確率変わってなかったよな。そういえば。5% になってなかったな。はい。とりあえず10連目は、何も出ずと。まあ普通に確率は 4% だと思うけど、一応確認しとくね。一応ね、コラボガチャだからワンチャンちょっと優しくしてるかもしれないっていうことにかけて、確率、はい、星5確率 4% 変わらずとちょっとこれさ、コラボなんだからさ、もうちょいいつものね、あの魔王流祭みたいに 5% にしてもよかったんじゃないの。これでさ、今回から始めたけど、魔王流のガチャってクソだなって思った時点で終わりじゃん。もうちょっとそこはね、新規勢の方にも優しく。よし、とりあえず確定演出。オッケーオッケーオッケー。で一応今回ピックアップされてるサンタシズとかも、まあ、無凸なんだよね。無凸だから、まあこのタイミングで出てくれると、今月結構サンタシズがね、使えそうな感じがするので、うん、とつりたいね。どうせなら出てくれると。お、うわー、そっちか。そっちのしずさんか。そっちというか、今回さ、しずさんのピックアップえぐいよね。しずさんピックアップみたいになってるよね。冒険者の勢力でほとんどしずさんっていうね、4体だからね。なんと驚異の。まあでも全然とつれてなかったから、あのしずさんはワンチャン。でもこれあれだな、考えようによっては、あの極め星5のね、さっきのしずさんが貫突まで行っちゃう可能性もあるな。運がいいのか悪いのか。はい、あでもあれだね、考えようによっては極め星5がこうやって普通にピックアップで出るのって多分あれなのかな、他のガチャでさらっと出るのって多分初めてかな、これだよね、多分初めてだよね。はい、ということで30連目いきたいと思います。いやー、どうだ
どうだ？高密度のエネルギーを検出しました。どうだ？ただね、もういらないしずさんも多いからね。いらないしずさんも多い。最初からいるやつ、実装時からいる、あの非属性のしずさんとかね。怖えー、マジで怖えー。よしよしよし、おしよしよしよし、おしよし。今度のワルプルギスはとても楽しいものになるだろうね。うわー、ヒギーかー、ヒギーかー。まあこれあれだね、持ってない人、漆器勢の方がこの引きしたら結構嬉しいだろうね。非属性だから、まあまあ今回はあれだと思う、メグミンの支援キャラ的な扱いになると思う、ギーは。確かね、カゴゲージアップなんだよね、特性が。確か僕の記憶では。なので今月のキャラとは一応支援キャラの相性はいいんじゃないかな、ギーさんは。まあ、残念ながらもうすでに貫突してあるんで、まあ何かの餌に変わるでしょう。いや、ピックアップ仕事しねえな。僕はこれからカゴキャラと戦闘キャラ当てないといけないんだぞ。仕事してねえな。マジで魔王流のピックアップ率もっと高くてもいいと思うんだよな。ギーなんか全然関係ないもんな。全然冒険者じゃないもんな。はい、ということで40連目いきたいと思います。さあどうだ、さあどうだ。ここまででも星5率は悪くない、星5率自体は悪くない。さあ果たして、さあ果たして。今んとこあれだね、ここが紫になる確定演出しか見てない。うわー、ナイス、なし。あとは昇格演出にかけるしかないか。いやー、メグミンとリムルは星取っておきたい。リムルメグミンは取っておきたい。さあどうだ、さあどうだ。そういえば非属性のカゴリムルといえばあれだね、1年以上前に出た正月リムル。1年以上前ではないか。50連目いきたいと思います。いつぞやの正月リムルの性能がものすごく残念だったから、今回のめぐみん衣装のリムルが超高性能でなんとか非属性リムルの汚点を拭い去ったっていう感じはするけどね。さあどうだ、いでよいでよ、カモン。くそー、マジかー。50連でどっちか片方ぐらい出てもよくいいんだけどな。わかんねえな、今回読めないな。前半2体が関係ないキャラ出てくるとは思わなかったな。ちょっと今回はいつもと違う感じがするね。なんかこのパターンあんまないんじゃないかな。前半ポロッと2体関係ないやつが出てみたいなパターン。さあどうだ、もうこれで終わりか。あー、これで終わりっぽいなー。うわー、うわー、あと50連、あと50連いきたいと思います。60連目。うわー、見る目しつこい。あ、今ちょっと謎の間があった。一瞬謎の間があったからさ。変われ、紫パポ紫。あー、一瞬間があったと思ったのに来ねえな、マジで。昇格演出もどうせな、昇格演出からのメグミンリムル。おー、来た、本当に。そっか、よかった。お母さんにも見せてあげたかったな。うわー、あんたか、あんたか、バレンタイシズさんか。バレシズだ、バレシズ、バレシズか。一応今回このバレンタイシズさんスキル統合でなんかガード率アップがついてたね。キャラで戦闘キャラのスキルで2ターンガード率 70% アップだったかな。これかなり珍しい方ですね。
まあ耐久キャラ自体どこで使うの？おっと！本日は私の呼びかけに答えていただき誠にありがとうございます。それでは始めましょう。我らが宴を。私に盾つくとは身の程をわきまえろ。行け、マリオネットダンス。消えろ。所詮この程度ですか？なるほど、全然関係ない。なるほどね。ただクレイマン持ってなかったんだね。そう、まあ、別に欲しいとも思わなかったけどそれこそこいつも耐久系だけど、まあ、どこで使うのっていう感じなんだよね。ね、なんかもうちょっと耐久系キャラがね、生きるようなクエスト実装してほしいもんだな。どうせならね、どうせなら使い道欲しいな。星5率はでも悪くないんだよね。60連で4は悪くないんだけど、ピックアップがマジで仕事しない。クレイマンとかマジで関係ないこいつ。だって待って、ちょっと定期割合さ、あのピックアップじゃないキャラの確率いくつよ。だってまだシズさんとかならわかるんだよ。ほら 0.3% になってるじゃん。でめぐみん 0.7% じゃん。待って、ほら 0.022% でクレイマンとか、クレイマン 0.22% の壁を乗り越えてやってきたのかよこいつえぐすぎでしょ。どこに運使ってんだよっていうね。クレイマンとかマジで関係ない。高密度のエネルギーを検出しました。マジでどこで使うのクレイマン。さあ、これ70連目か。あー、マジでマジか、お前マジか。いやー、せめてめぐみん、せめてめぐみん、リムル。そうなんだよね、リムルとめぐみん出さないとさ、使ってみた動画もできないからさ。あー、まあできれば早めに出ていただけるとね、僕に使ってみた動画を期待してる方もね、僕だけじゃない、見てるみんなもそれを望んでいる。くっそ。80連目ですな。やべえな、80連目やべえな。夕暮れと見る目質ないね。あ、ここも変わんないね。測定不能なエネルギー検出されねえわ。まあ、昇格演出見れただけでもだいぶマシかなとも言えるけど。さあどうだ。おしそろそろ僕を安心させてくれ。おしそろそろ。始めましたかな。もうすぐさようならだけど。関係ねえじゃーん。この日向も 0.022% だよ。マジかよ、どうなってんの。マジでピックアップ仕事しねえな。どうなってんの。 0.7% とか絶対嘘だよね。どうなってんの、マジでイカれてんな別にしずさんが出たからといって日向もしずさんって来なくていいんだよな。別にイカれてるわクレイマンと日向はおかしいだろ、どう考えても。マジかよ。ちょっとイカれてる。めぐみんだけ見ていくわ。90連目、あと20連だぞ。マジかよ。パタン。オッケー。いきます。我が名はライムだ。いきます。おし。そろそろこういうさ、確定演出が出たらさ、ピックアップ確定とかでもよくない？もういいわ、クレイマンとか。もういいわ、マジでいい。クレイマンとかヒナトとかもうマジでいい。マジでいい。さあどうだ。さあ両方とも出して終わろうぜ。気持ちよく終わろうぜ。
使ってみた動画やらせてくれよ。もう即ね、即ガチャ動画アップしてから即使ってみた動画やりたいからね。もう即いかに魔王といえどもこの糸の束縛より逃れることはできまい。うわー、なんでなんで、やばくない？ 0.022% 3体出てるよ。どうなってんの、どうなってんの。 0.022% 3人足しても 0.066% だからね。おかしくね？どうなってんの。むしろこっちが 0.7% のような感じがする。まあ、それでも出過ぎな感じするけどね。マジでどうなってんの？いやーマジかよ、どうなってんの？マジでどうなってんの？ちょっと待って、ちょっと一旦ホーム画面でちょっと流れを変えようぜ。流れを変えよう。おかしい、おかしい、どうなってんの？マジでおかしい。やべえな、このゲームマジでやべえ、マジでやべえ、マジでやべえ。はい、とりあえず今夜ラストだね。今夜のラスト、いやーマジで頼むわ、今夜ラスト、マジで頼むわー、マジで頼むわー、マジでリムルは、リムルは出てくれ、ここでリムルは出てくれ、マジで頼む。あー、おお、マジで、マジで、マジで、なんかでも星5率は異常に出たような気がする。 4% とは思えない数は出た気がするけど、全く仕事はしなかったな。うわー出ねー、うわーマジかよ、うわーマジかよ、マジかよ。さっきね、友達がね、このガチャ引く前にね、90連でリムルとメグミン引いたっていうね、ことを言ってきたんだよね。100連したけど、出ねえけど。マジかよ、コラボだから少しは優しくしろよ。これもおかしいわ、1%ずつでもいいぐらいなんだけど。はい、ということで、一応ガチャ第1夜ということでやりましたが、やりましたが、とりあえずまとめいきたいと思います。今回いっぱい出たね、出たやつ覚えてるかなっていうところなんだけど、まず宗衛、初期宗衛だね、初期宗衛とクレイマンでしょ、全然関係ないクレイマンが出て、であと光属性のヒナタ出ました、であとはバレンタインのシズさん出ました、であと極み星5のシズさん出ました、でカゴキャラゼロかな、だったよね、カゴキャラゼロかな、だけかなって感じですか。まあ星5の数はめちゃくちゃ出たけど、まあピックアップが全く仕事しないような形でしたね。何なのっていうね、マジで確率疑うわ、とても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  0.7% とは思えない感じでしたね。 0.7% つうか、まあ 0.7% かね、皆さん。はい、ということで、まあ無事皆さんが望むね、あの爆死をかましたので、皆さん高評価ぜひねよろしくお願いします。まあうん、あと第2夜だね、第2夜確定しましたので、また明日ですね、この続きの110連から200連目までのガチャ動画アップしたいと思います。ただちなみにですけど、この後アップされる、おそらくアップされるかもしれない使ってみた動画については、もちろんのことを僕手に入れるまでもうガチャ回すことは決まっているので、明日アップされる動画とはまた別だからね、明日のガチャの内容はまた知らないけど、まあそういうことで、まあはい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。
まさに、メグミンの爆裂魔法で爆死した僕に高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。